マスク用意してもらっていいですか。いやもうそのまま行こう。あ、そのまま行こう。そのままの方がいい。はい、それでは、質問ある方挙手をお願いいたします。歯は大丈夫ですか。いやもう全然大丈夫じゃないです。めちゃめちゃ喋りにくいですよ、ほんまに。何本行っちゃったんですか。2本とここグラグラしてるんで。いや、あいつ肘やばいっすよ。めっちゃうまかったっす。あと試合の感想の方お願いします。感想はもう KO 狙いすぎてなんかもうすごい大振りなってしまって、どうしてもこう関西の大会なんで喋りにくい。どうしても関西の大会なんでやっぱ見せたいっていう気持ちが強くて、でやっぱり心と体がついていってない感じがありました。はい、まあ滑りましたね。だいぶあの試合は滑ってたと思います。はい。当初はこうどのようなプランで戦うつもりだったんですか。プランは、いや、プラン的には多分右を当てて、右とも左フックはもう絶対当たると思ったんですけど、あ、すいません、もう左フックも絶対当たると思ったんですけど、間合いがちょっとあって合ってなかったっていうのと、やっぱ力みすぎたっていう、一発で倒したいっていうのが強かったんで、ちょっと力みすぎたなっていうのがあります。タックルはすごいいいタイミングでしたね。あれは、はい、あれは練習してました。寝技も頑張ってきたんだぞっていうのを見せたかったんですけど、結構浅い立たれちゃってもうちょっと練習します。トップノイ選手と戦ってみて、はい、どういうふうに感じましたか。やっぱりその距離の詰め方とかはやっぱりこう慣れてるからうまいなっていうのがあって、なかなかそういう部分で距離で合わせれない部分が僕にもあって、すごいやりづらかったですね。ちなみに歯を折ったのは初めてですか。はい。あ、しかも前歯2本っすよ。貴重な、ほんまに貴重なとこだと思うんですよ。それ持っていかれたって、もう試合には勝ったけど勝負に負けた、そういうことですか。まあそうなる。ほんますか。歯持っていかれましたもんね。この代償はでかいっすわ。全然喋られへんこれ。ほんまにもうここグラグラしてるし、もう両方。保険は大丈夫ですか。雷神さんから保険はないでしょうか。セラミック代。いやー困るわ、ほんまに。すごいお金かかるんでしょうね、これ直すのに。多分60万かか。交渉します。ちなみに今試合終わって何が一番したいですか。はい、いや歯直したいっす。いやもうこんなんで前出れないっすもん。僕もうほんまにもう会場とか絶対出たないっすもん、こんなんで。ほんまにめっちゃ恥ずかしい。新世界のおっさんみたいな。誰かやお前これや。そうね、新世界吸えるからやめてください。血出てる。情けない情けないっすわ。